こんばんは。どうも。こんばんは皆様。どうもどうも。なるです。お話し会終わりです。どうも。さっきぶりの人もいるかな。お疲れさんでございます。眠い眠いよ。ギリギリ起きてた。ほぼ寝そうでした。寝そうでしたが最後の力です。ワンピースもやってる。ワンピースの映画もやってるけど今ね見たらダメだと思って見てないです。確かに帰ってきてから全然見れるぐらい余裕あったんですけど、あの楽しみは取っときたいタイプなんですよ。まあ例えばお弁当に好きなものがあったら、まあ、最後に食べるタイプなんですね。それと一緒です。楽しみは取っておきたいんです。なんで今ここで映画を見たらそうなの、もったいないなと思って。うん、もう明日はね、明日はそうね、明日もお話し会なんでね眠いよ。鮭弁当にした。あ、弁当、うんうん「ワンピース」の話もね結構多かったな今日。うん、見たって言ったらそらそうだな話し会今日も楽しかった。うん、ちょっと待って、ちょっと待って、一瞬止め、うんうん、そう今日も短めに配信します。毎日アイドル、毎日アイドルはもうあと2日ぐらいで卒業します。あと2日ぐらいで、はい、卒業します。急な発表となってしまって申し訳ございません。はい、でもやっぱり前もって皆さんにお知らせをしておくべきかなと思いまして、本日この場をお借りして発表させていただきました。はい、やっぱりそう言って言っておかないと、まあ、急に今日終わりますっていうのもなんだなと思って、はい、これまで毎日こうやって応援してくださった皆様、配信をこうやって見てくださった皆様、本当にありがとうございます。はい、たくさん皆さんからの愛になるメッセージを今読んでおります。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そうですね、やっぱり皆さんとこう過ごした毎日は本当に充実しまして楽しくてですね、はい、もう配信一本で生きていけそうだなってぐらい配信マンになりそうでしたが、私の本業としましては配信ではないなというのもありますし、あと私は毎日アイドルなのかもしれませんが、毎日配信アイドルにはなれないようです。ここまで応援していただきありがとうございます。でもあのちゃんと言うとね、あのあれなんですよ、15日明日14か、明日お話し会、明後日サムネイル公演、16日の私の予定がなんとオフなんですここに来てオフが来ました。皆さん、私の8月にオフが来ました。ということで、
あの何もしないっていう。ここでまあここであのこのタイミングで、あ、私の毎日アイドルはこれで終わりなんだって思いました。16がオフと聞いて、あ、ここまでだったんだっていう、はいはい、だからこ区切りが見えたんです。なのでオフです。オフります。配信もオフります。あのただあの メールとか SNS はやると思うんですけど、はい、私はあの本当にみんなすごいと思う。毎日配信してるアイドルは本当にすごいし偉いと思います。同じ立場からして本当に偉いなって思うんですけど、私はね、私も毎日配信したいなとは思ってたんですけども、呪縛にとらわれる可能性もあるのでやめておきますってなりました。呪縛というかどんどんやばいやばいって、あの例えばまだ今配信できるスケジュール感ではあるんですけど、全くできない日来た時マジで泣けそうだなと思って、そういや、そうよ、異次元よ。だから本当毎日やってるアイドルは褒めたたえるべきよね。本当偉いぜみんな。うん、私はそうです。どんどんね、あのそう詰まっちゃうとパニックになりそうなので、まああの人それぞれだと思う。だからみんな本当にスケジュール縫ってやってるなって。私は寝ないと無理だし朝早く、せめてなんかじゃあ分かんない、夜遅くまでお仕事あるなら朝早起きしてやればいいっていう考えもあるかもしれないけど、私は寝ないと無理だしっていうのを、はい、そうです。なのでね、毎日配信は15日までかな。まあでもそれ以降もあの全然配信できる日はあのなるだけ配信やっていきたいなっていうマインドは変わったので、前より。そうだから、そうなんです、そうなんです。そう、あくまでパフォーマンス、そうよ、ステージを見に来てねってことよ。そうそうそう、配信はそのサブだから、うん、見なくてもいいような見なくてもいいようなってやばい、それで言うとちょっと視聴率下がりそうなんですけど、うん、サブのサブぐらいなんでね、すいませんすいません、今のはちょっと誤解を見そうな言い方だサブで、はい、サブちゃん的な気持ちで見ててくださいね。うん、そうよ、サブサブよ。でも、うん、楽しいよね、ショールームも好き。うん、無理なく楽しくってお願いします。はい、腰痛もあるんで、その腰痛はあれですわ、編集もそうしないといけないとかでね。そうなのよ、割と時間ね、そうなの、ちゃんと使い方を考えなきゃと思って。いやでもショールームやるよ、やってくよこれからも。今月割と配信だって、配信してるよね、配信してる方だよね。まあこういう感じで家に帰ってメイクしてて、あ、これいけるなって思った日は配信するっていう感じでいたいなと思ってます。あ、これいけるなって思うまでが大事なんだけどね。そうまあだから基本夜よね。うん、基本夜かなと思います。まあもう分かってると思うんですけど、うん、オフは何するのだって。何しようかな、今すごい考えてるんですけど、寝ると思います寝て終わりそうなんだよね。そうなんだよね、寝てご飯でも食べに行こうかなと思うけど、うん、あとジャンプ一気読みとかもしたいな、ちょっとワンピースの 3、4週、結局再開してから、連載再開から見てないからもう 3週分ぐらい見てないよね。うん、見ないと、なんかせっかく追いついたのに追いついてないみたいな追いつきの感じがすごい気になる。ちゃんと週一で見る人にならないとって思うけど、なんかもう集中して見たすぎて
やっとでもそうオフが来たんで、あのほら私言ってたじゃん、落ち着いたら見たいって、落ち着いたら見れるんです、やっと落ち着いたから。多分これで一回ね、一瞬落ち着くから、この16日で、うん、楽しみますわ、うん。今日の私服のしてほしい、あ、今日の私服写真撮ったんすよ。あ、メールには送ったんだけどね、あの、あんまり顔が、あまりにも顔がなんかちょっとね、よくなかったじゃないんですけど、あのあれだったんで、あのインスタとかには載せないとこうと思ったんで、メールに載せました。メールってさ、ちょうどあのいいよね、もう限られた人しか、で絶対に自分の味方しか見てないっていう環境。めっちゃ好きなんですよね。大丈夫、メールの使い方や、使い方やばい、没作品を載せてるわけじゃないよ、メールだったら許してくれるかなっていう、あのメールの、そう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 、インスタは逆に言うとそうよ、あの、ある意味あの不特定多数全世界の人が見るから、あのある意味そうですね、出来上がったものしか載せられないなって感じはするけど、逆に言うと本当にメールは、そうそう、家族のグループラインみたいな、グループラインよりはまあちょっとあれですけどに近いものを感じるというか、何でも載せても良さそうみたいな、あの空気だと思ってやってます。はい、今日のメールの画像スマホの待ち受けにしたらダメですか？別にいいよ、いいんだけれども、いいんだけれどもそれを全世界に発信しなければ別にいいです、持ってて自分だけのあれだったらねって思いますけど、そうメールには特別感わかる、そう、あ、それで言うとね、ある意味もう最高のショットって意味ではメールだと思ってる私は、うん、まあこれからも、うん、逆にね、ある意味オフショットみたいな、メールの方が、メールだと自撮りが多いとかね、そうそうそう、全世界には自撮りあんまり発信しないんですね私ね、あんまり、うん、特別って意味はある意味、うん、メール。お、オフショットいいでしょ、お、メールのね、あ、今日のツイッターの写真良かったよ、だってありがとう、ゆいとなぎちゃんの写真ですね、上手でしょ、上手でしょ、写真撮るの、あれ私が撮った写真です。はい、チーズで撮った写真です。すごく良かった、ありがとうございます。隣旅面白かったよ、だってありがとう、めちゃめちゃ楽しかった、あのそうそうそう、みんなもう分かってると思うんですけど、あのうん、そうそう、あの時ショールームのイベントやってる時ですよね、あれ、いなしの良さが分かりました、よかった、うん、配信期間中、そうそうそう、あの時に行ってたロケですね、いなしくずバーめっちゃ美味しかったよ、まだ見てない人分かんないかも、うん、録画してますって見てね、毎週やってほしい、でも本当にあんなにテレ東ロケってしか私聞かされてなくてスケジュール確認ね、テレ東ロケ入りますって急に来て、え、マジかテレ東ロケか自分の中では、あの深夜、ほら深夜歩き回ったりとか、まあ、過酷な印象しかないんですよ、あのテレ東ロケだけで言われると、
え大丈夫かみたいな、っていう感情ではあったんですよ。そうなのよね。そうだけど行っていざ蓋開けてみたらめちゃめちゃただ楽しい、ただただただ楽しい旅番組のロケっていうねねえよかった、楽しいの伝わったよって、楽しかったもん、こうねえよかった普通の観光でテレ東ロケざっくりしすぎでしょ。テレ東ロケどういうロケですかって聞けばよかったけどさ、うわ何やらされるんだ今日は、今日も萌え台詞かなんだあーってなってたけど、うん楽しかった。あんまり意外とねあの3人でロケって多分ない、アンロケとかでもあったかな、ない気がする、3人きりはないかもですね、うん意外とね、うんスケジュールざっくりなんだねってざっくりだよ、ざっくりざっくり、うんただただ楽しかった、うんいやー汗かきましたね本当に、足腰鍛われたよあれで多分本当に楽しかった、でもうんお土産買いましたか。あ、おまんじゅうをだからいただいたりとか、あと旅館で野菜をすごいいただいて、あの手作りなのかな、自分で育てお野菜持って帰りみたいな感じでおかみさんが言ってくださって、めっちゃ美味しかったのそのお野菜が、うんそうあのなんだろう、なんだトウモロコシとか夏野菜をいただきました、ナスとかめっちゃ美味しかった、うんみんな優しかったんですよね、人が良い町です、うんふふ山の中そうだね、だから格好もさ普通に私服なんですよ、私服で、であんまりそうどういうロケなのかも聞かされてなかったからね、がっつりサンダルで行ったけど、あれはスニーカーで行くべきとこだったね、ほんとねざっくりざっくりで、うんお話し会、あ、ね、ぜひぜひ行ってみて、みんなもお話し会合間に、みんなそうだよね、明日もお話し会組てか、みんな今夏休みなのかな、結構人多いですよねどこも今、それで言うと昨日かな映画館行った時もすごい人多かった、うんねえ、お盆休みね、みんなそこそうだよね、お休み中か、今日からお休みですやったじゃんで休みの日は休みなっていうね、何しようかな休みって言われてもねって、急に言われてもマッサージとか行きたいけどねーっていう、うんとりあえずいっぱいあのね目覚ましかけずに寝たいっていうのがあったので、それはやろうと思います、果たして私は何時に目覚めるのでしょうかっていうね目覚めたらメールしますね16日、本当に美容院とかは逆に行かないね、美容院はなんか例えば6時までに仕事終わったらその後行くとか、なんか絡めてしか行かないかも、いつも休みの日に、あーでも全然時間ある時は休みの日とかに行くけど、絡められそうな時はもうねじ込んでいくから、だからいつも
前日とかにしか予約取れなくて本当にいつもそう予約受け付けてくれて感謝ですわ、担当さんは。うん、隙間時間をどう組み込むか、うん、隙間好きなんだ。いやそういうわけじゃないんですけど、あの、うん、いかに効率よく楽しむかよ一日を。もうそう一日1個ってより私なんか確かに いろいろ詰め込んじゃうタイプかも。そうついでに行こうって。でも夏はそうしないと本当に外出たくなくて、そう本当に外出るの出ないんですよね。極力出ない方向でみたいな感じの考えになっちゃう。いつもだったらまあ私は映画とかすごい好きなんでねパンパン行くんですけど、夏に関しては出るまで時間かかるもんね、うん、冬は布団から出るのに時間がかかるかな。そこぐらいだもん冬って。冬は逆に言うとなんか外を歩いてなんか寒いとか言いながらもう走ってはいあったかいって なるのがあるからいいんですよね。そう暑いのが本当にダメらしくて私、うん、年々引きこもってるよ夏。ダメになってる。冬はそう着込んだり自分がもう走れば温まるからそれが一番いいよね、うん、そうなのよねえ。冬外出たくない？嘘、私は出たいけどなっていうか好きだけどね冬は冬で、うんねえ、まあそういう感じですあーねみんなの季節のコメントおもろい。いろんな人いるね。うんさあ今日早いんですけどそろそろ配信終わろうかなと思います。明日もあるんでね。明日来る方いますか？はーい、明日もお話し会です。ほいほいほい、いるかい？おいきます。はい、おいきます。おあおはいが結構いますね。ありがとうございます。仕事っていうなんかもう目立つない、はいはいはい仕事っていう真顔で打ってそうなのが想像つきました。仕事頑張って。お仕事そうだよね、忙しい人たちもいるよねこの時期にね。逆にね、うんうん、お疲れ様です。私はただただみんなと喋って一日を過ごしますはい、頑張ってねお仕事組。さあということでランキング読みますね。はい読みます。よいしょ。はい13位、わーアディビジャヤさん、振り仮名売ってある、ありがとう。12位ファイヤー033、11位ケータさん、10位カズ04063、9位ほのかアットマークなる大好きありがとう、8位レイナアットマーク初お話会ありがとうございました、ありがとうね起きてた。7位夏秋です、アットマークお話会楽しかったです。もう誰か分かんなくなっちゃうんだけどありがとう夏秋。6位にしくんありがとうございます。5位エイトさんありがとう。4位はじめとマーク明日の話し会、実は相談があります。お、私でいいの相談相手3位
なっちゃとまく、明日も笑顔になる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 ですよ。2長井さん、ありがとうございます。1ゆうさん、ありがとうございます。はい、ということでちょっとあっという間でしたが、うん、いっぱい寝ます。本日はありがとうね。ね、あ、やばい、遊びに来たよってもう今終わりの挨拶終わったところなんですけど終わっちゃうんだよ。明日もあるからね。うん、今日はね、大事なお話を前半させていただきまして、はい、皆さんが聞いてくださってありがとうございます。まあ残り期間、卒業まで短いのですが、皆さん明日も会いましょうではでは、またまた明日ね。みんなもう寝てね、おやすみなさい、バイバーイじゃあね